で、相手がよく取ってくる C メインを。翔太マジでレベル1個ちげえよな、こいつのエイム。ほんとに頭1個抜けてるよ。翔太翔太ナイス。え、でも、ナーイス。いや、マジ日本で一番打ち合い強いと思うわ。からジムキンが進行していきます。ジャッジを持ってるヒロロンです。まあ打つよジムキン。渡しました。4対4。恨みのベアキン、これ以上難しいか。うわー、しかも体力逃げた。位置を変えます。うわー、4対3。中に入っていったエクスティル、チーズ、ここは避けた。ポイント、射線を変える。ジャッジしんどいね。まずは解除の音、フェイク、アフターショック。うわー、時間稼ぎうますぎ、うますぎる。これ時間がない、うますぎる。OMG、 What the fuck。 バイパーズピットを持っている翔太。おほー、翔太落とした。バイパーズ、まあフェンネル結果的には情報ないよな、取れてない。どこもクリシャル、ドロップ言うほど重要じゃないかも。いや、うまいね、ここで打たない判断するのが。自分が持っているのであれば相手は開けてくる傾向がある。うまっ、待って、クソうめえ。うわー、うますぎ。笑った、今マジでクリスタル天才だったわ。今クリスタル全部コールしてたぞ多分。これ俺フェイクするからブリッジアルミットで戦おう。レッツゴー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 ブリッジアルミット。めっちゃ言ってたぞ多分。うわあ、頭よ、今のすげえうまいわ。まあキルジョイウルトクソ強えよな。これジョジョウルトで逃げるしかないね。はどうやって倒したらいいの。いやー、チームが強いんじゃ。ショーストパー、クルズ、この高台はブラストマッカー。うまっ。あー、このラウンドスカーズ取った。例のカバーがスカーズの持ち味。この試合はショータ、トラネコ。おっと、オービタルストライクを持っているトラネコは落ちます。いやー、なんかもったいねー。裏からクリスタル、クリスタル、うわー、クリスタル、ミッチーのフラグすら壊す男だわ。上が挟み込んだ、リレーボルト、クリーンヒット、ジョジョのカバーだ。スパイクドロップ、挟み込んだトラネコ、ズヤキン、まだ X ディルが耐える、逃げ切る場所がない、クロコジ。おっと、なんか帰ってきたろ。ダブルキルだ。取れていたスカーズだったんですけども、思った以上に削られたというのがありましたね。強っ、頭立ってんじゃん、リコイルした時。これほぼノーチャンですね。ここには誰も反応がありませんでした。手前にはヨシ、そのタワーの付近から進行してくるところはリレーボルト、ここにはスモークがあります。ただこれ以上は進行できません。まもなくスモークが開けます。クリサル、キルを取って4対4。ショーストッパーを切った。上から飛び出してくるジェムキン、裏からクルズがダブルキル、クリサルダブルキルだ。設置、そのタイミングでローリングサンダー、バイパーズピット離せない、ステークバイト返し、ポイズンクラウドなんとか間に合った。アフターショックが飛んでくる、1人取った、1人取った、しかし横から強いスーパー、どうだ、なんとかインスモーク、インスモーク。ショータこれ勝ったわ、耐え切った。決め手がロックダウン。果たしてこのラウンド2つは投げられるのか。バイパーズピットで蓋をします。いや、こっから負けないよ絶対。これはもうフェンネル勝ったべ。ヨシとヒロロの打ち合いはヨシだ。5対4、メインから崩していくジャッジのトラネコ。しかしスポーツ入った中抜けてます、ね、打ち合いではクルズ、ジョジョ、ジェムキン。ここではジャッジだ。3対2、ハーフまではいっている。ガチガチは失敗。ショータ、ダブルキル。これガチ角、ほぼガチ角。これはショータ、ダブルキルだ。ナイス、勝負の2球は最終マップ、ロータ戦。ナイス、
軍たちから勝負仕掛けていきましたね。 B ゼロポイント、そしてスモークを張って B エントリーがスタートしていきます。インスモークにフラッシュ、一方今度は C 側ではラークしている翔太。なんならラークというよりは挟み込んでいる。素晴らしい作戦、本当にロータスのお手本のような形を作っていきます。ディフェンダーサイドにパラノイア、滝も含んだパラノイアになっていきます。取り返しが始まった。ゼムキン、これで3対3オープン設置の中、取り返しが始まっていきます。手前のジョジョを隠したいんですが、よし、ここはクルズのカバーです。スノース頭に入った。マウンドの勝負、マウンドの勝負。おっと、ショータ耐えた。ショータ時間がない、時間がない。なあここもショータ、これはね勢い乗ります。そういう、なんだろう、自分が蹴るポットってウルトポイント貯めるみたいな、そういうスケールの仕方って、相手がエコの時にするのが一番楽なんだよね。おい、ナイス、いいタイミングで飛び出しましたね。で、相手がよく取ってくる C メインは、正体マジでレベル1個ちげえよな、こいつのエイム本当に頭1個抜けてるよ。あと30秒設置、残り30秒、設置ができない、キャンセル入った。アフターショックフラッシュ、そのまま取り返しが始まってっか。ここはナノサームを持っていたヌヤッキン、トラネコダブルキル、クルズが1人返しますが、ここはジョジョのカバーが入った。22トレード、32トレード、残りは 1v3 ジョジョを耐えてきた。セットアップが始まります。パラノイア、プラウラ、そしてヌルコマトに対してはシュラウドステップを入れながら、奥はハイトホール、エクスティル、ヒロロン、エクスティルド、マジ？やばい、フェンネル乗ってます。おお、おお、ヒロロン丁寧ですね。エコならではの早いより、フェンネルリテイクのチャンスがありそうだ。どこまで情報が取れるか。ショータファーストブラッド。ショータ？またもやセカンド取るのか。フラグメントの開始。アフターショットが欲しい。ここはクリスタル。しかしクルボ。おっと？やっぱハーバーワンコン無理じゃね？体力ローのクリスタル。フラーラを流し込んでそこにいるのが分かっている。スモーク抜きはどうだ。方面はどうだ。最後の一人だ。ジョジョ全員気を倒した。クリスタル疑似ダブルピーク射線。ナーイス、4対10。いいねー、絶対取らなきゃ。罠置いてありますよ。ここはめちゃくそいいポイズンだな。それを入れながらのエントリーが始まりますが、どこもこういった罠が仕掛けられています。翔太耐える、長田クリスタル、よし、翔太、翔太、ナイス、ノータイム、ノータイム、ドンファイじゃねそれ。え、でもナイス、強すぎる、くー、強い。いやマジ日本で一番打ち合い強いと思うわ。設置をすればローリングサンダーは決定的すぎる、取ってるラウンドが翔太くんで。ホウント映った。そしてナイトホールに対してはローリングサンダーの開始。マジでなんとか時間は稼ぎましたけれども、ここからのリテイクが始まっていきます。クルズファーストブラッド5対4。フェンネル勝利が見えてきたか。クルズダブルキル、クルズが立ち回ってる。マウンドに対してのプレッシャーどうだ。裏に回った翔太、フェイクをかけて正面でヒロロジュド、ジージー、くるくる取り返した。取って取られ、シーソーゲーム、そしてアプレの頂上キャプテン、クレイジーラクーン相手に挑戦状を叩きつけます。